さあ、ミルドラースより弱いことがもはや証明されてしまったのではないかと思われるデスタムは超えた先に白目で終盤三強みたいなところがあります。天魔王白目でも HP 回復攻撃状態異常そして5ターン目で攻撃を受け付け波動いろいろ揃って終盤三強の一匹目です。さあ波に乗っていきたい鬼コンボまたかでもさっきみたいに会心2回出したよね。ちょっとねあの会心には夢感じだな。 10% の会心をポンポンポン出してくれたの本当によかった。じゃあ終盤三強と自分が呼んでますが白メルが織り込んでいけたらすげえぞ。さあオルゴデミーラ特徴すべきは状態異常攻撃が多いんですよね。身も凍るおたけび、なぎ払う。特に身も凍るおたけびって精神的行動不能があって、かつ HP 回復するんですよね。そして極めつけには5ターン目にいてつく波動がある。さらに極めつけは素早さ92というね、なかなかの素早さなんですよ。身も凍るおたけび!うわぁ!なんでこんな食らってんのお前。ひるむなよ!オッケー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 。ひるんでないらの、ひるむる、普通ひるまねえんだよね。普通ひるまないのね。ね、皆さん勘違いしてると思うんですけど、合体モンスターって、状態時の耐性そこそこあるんですよ。そこそこね。うん。時々痛んじはいます。パフパフが弱いとか、魅惑のマジシ弱いとかいう問題児はいますけど、オリコン別にめちゃくちゃ弱いわけじゃないからね。それで、毎回毎回収録のために止まりまくってるから、俺は毎回毎回編集してんだよ。あ!え、大丈夫かな ?4 ターン目までね、オリコンボちょっと耐えてほしいんだよね、実は。いや、まあ大丈夫でしょう。うお、うわやばいやばえ、ちょっと強ないか、お前、やっぱ。いや、終盤三強。さすが終盤三強。その強さもいかんなく発揮した気やから。痛感ウルトラセーン頑張れいいぞいい、ここのターン。ここのターン叩きつけられるで。いや、まだ死なないでしょ。いてつかどうまんな、でも。そうなんだよね。実はね、これまずいんだよな。これ実はすごいまずくって、さっき言った通り5ターン目もいてつカードあるんですよ。さっきみたいなデスタムーアみたいに、会心を出してくれればたまるんですけど、いてつく波動を2回されると、5ターン目じゃたまんなくなるんです。理論上、どういうことかっていうと、光の玉確定になっちゃうんですね、SP が。そうだなぁ、これは無理だ。いてつく波動がポンポンポン飛んでくるんだったら光の玉しかなくなっちゃう。 SP が実質 SP なしと一緒だぞお前。それじゃあそうだね。でこのターンウルトラスタンプにが、ええんあれえ耐えろ暗黒には強いはずや。うわくっすくくくくああダメダメダメどうするどうするえどうすりゃいいの。あ先手いてつくでも負ける。えっあっえっあっあっあっ相手の攻撃えっ素早さ92からえっ、ー、小兵削る呪文マヤドえっショートそれは仕方ない。筋からでもされてんじゃん。じゃあ筋からで負けてしゃあないしゃあないしゃあない。もう一呼吸を置いて勇者の更新そうだね、一呼吸を置いたね。デスタムーアの時にはねちょっとね休んでいた、休暇をいただいていた勇者、再び更新参りましょう。まだ使わないぜ、甘かけたくないもん。白目では絶対甘かけない。多分十分ね打点は足りると思うんだけどな。問題は、どこでつばぜり合い仕掛けようかな。フルアタナで、かつ危険なターンっていうのは2-4なんですよね。2-4あたりが実はちょっとね、怖いな。フルアタで、かつ勇者が打点取られますからね。平気で。ただ2ターン目のつばぜり合いで勝てればいいんだけどね。さあ、行くぜー!イオナズン!爆裂!弱点取ってる!いける!300出るでしょ!はい、オッケー!よしよしよし強いぞ、割と強いな、さすが新ユーロさん。さあ、これだよな。素早さ92から割り込んできたね。
これが何が怖いかって足すくむのと、足すくむかすまない。オッケー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 。で、この火薬があるからね、とどめラインの調整ができなくなっちゃう。とどめラインの調整を間違える可能性がある。で、炎のロックはあんまり打点取れないと思うんだけど、圧縮でよかったかな。いけ炎のロックいくぜ。あー、ダメだ、割と本当にダメだったか。オッケー、じゃあ2ターン目に行こう。このターンに天地邪法とマヘドの卓なんで、食らうのは危険すぎ。それは危険すぎるわ。うん、黄色で勝つしかねえな。ゆっくりめで黄色最大を出しました。あとはぶつかるだけですね。よっしゃー、オッケー、はい、オッケー。さあ問題はですよ、4ターン目までに耐えたい。できればちょっと過剰でもいい、過剰打点でちょっとね欲しいところですね。 SP が実質ないのと一緒なんで鬼コンボの SP はあるとは言えません。大会モードの NPC との対戦だったらね、割と本当に現実的なラインであったんですけど合体モンスター召喚攻撃するような暇はないので全く。あー、はい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 、まあどうだろう、これさ、ワンチャンやばいよね。今危惧してるのはこの感じだと4ターン目に勇気がたまるかっていうのは怪しいところだな。4ターン目に勇気たまるか、相手はされて勇者行動、勇者が2ターン目いってるんでしょ。ギリギリだね。次フルアタなんですよ。で勝つ、身も凍るおたけびでひるんでしまったりすると多分無理かな。で5ターン目に回すと嫌な予感しかしないのよ。ちょっと過剰打点でいい、いけ、オーケー、はい、オーケー、よっ、過剰打点でいい、オーケー、いくぜ、本出してヨナスン、レッツゴー。あ、いける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 、さすがに、いや、さすがいける。いける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 。大丈夫だ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 。もう勝った。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 多分。まさか。まさかと思うんですけど、身も凍るおたけび全員止まるとかないっすよね。やめてね。オッケー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 。してないじゃない。さすがに大丈夫。それは大丈夫だよ。勇者が吹っ飛んでくるだけ。どっから、すっごいことやってた、勇者。なんで1200食らってんのよ。石板から出てくんな。このお方どうも天使の歌どうも天使の歌いやー、お前最近なんか出たんだっけなんか最近出たらしいっすよ、ブレイのゲームに。さあ、来た来た来た、ようやくここも超えたか。さあ、とどめだ、エデンズフレイム、よしもう、実質俺これやってて思うんだけどさ、ダイマン出して SP なしでモンスター固定でやってるだけなんだよな本音言うとさ、モンスター固定にしてもさ、もっといいモンスターいるだろ素材モンスターも頑張ってる方なんだけど弱いんだよねなんだかんだで汚名返上することに成功した勇者ね。えなんだかんだ多分シノーとゾーマが強すぎた感はあったのかな。そして終盤三強2代目、稼働初期にこいつどうすりゃいいんだよってマジでみんな思ったと思います。この白目ラップ、原作の噂を払拭するようなとんでもない力の魔法がポッポン飛んできます原作の中でおとなしくしてろ。やっぱり出てきました暗黒神がね、デブというならこちらもデブでいきますなおさ、俺試してみたいんだけどさ、もうこいつら3体で挑んだ方がもう戦えるんじゃねえかな、いつも言ってるんだけど。行くぞーほらおでぶちん同士の熱い戦い、行こうやドンキーコングとキングクールの気持ちよ一つ策があるんですけど、1-3がとんでもない攻撃力してるんですよ。1-3どっちも攻撃で、かつ、多分鬼コンボを今まで見てる限り吹き飛んでるんですよね。ということで、まあ、じゃあ、これで行きましょう。ああ、ちょっと遅くなっちゃったら申し訳ない。
1の子、いくぜ！あ、ナイスグラビアフォース！レッツゴーローラー！王者の愛！1、3が怖いんだったら最大3ターン防げる。よし、王者の愛入ってる。しかも、鬼コンボって暗黒に、もういつも言ってます。鬼コンボは暗黒に強い。そして王者の愛も入った。大丈夫だろう。あれ本当に経験してるね。どっちね。暗黒体制で経験したら王者の愛で経験したからどっちなんだ ?700 も食らってんの。なんでそんな食らってんの ?OK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 !OK! オローラには見せられてない。大丈夫だ。姫様には見せられてない。ローラ様はいつでも鬼コンボ様をお慕いしてしたくないわこんなのってなってるよ今。大丈夫、お慕いしとる今。王女の愛に包まれろ。頑張れ鬼コンボ。お前未来はお前の手の中にある。いける、ウルトラスタンプ、いけ、頑張れ。よしよ、しっかり当てれば、しっかり当てれば大丈夫だよ。やだね、サイコキャノン。まあでも王女の愛続いてるし、サイコキャノンそんな強くないんだよね。うん、ダメージは全然大丈夫だ。オッケー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 、ローラに見捨てられてない。すげえ、ローラに見捨てられてねえぞお前。ローラ姫の過去を終えてる。頑張れ、耐えろ、耐えてくれ、頑張れ。うわー、おおおお、いい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 い、頑張ってる頑張ってる、頑張れ頑張れ、ツーラン、ウルトラスタン、いける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 、割とあるぞ割とあるぞこれ。1、3のフルワタをよく耐えた。1、3のフルワタをよくね、耐えてくれたわ。まあ、しゃあない、しゃあない。オッケー、オッケー、オッケー、いいよ。ローラ3ターン、微笑んでくれました。で、ここから行動は、ドルモアか、まずは暗黒の魂。暗黒の魂はサービス行動です。まあ、めったに止まりませんからね、はい。おい、オッケー、オッケー、オッケー、そうだよね。オッケー、オッケー、オッケー。で、まずここ当てて。あれ勇気溜まる？いや、勇気は溜まると思う。え、猛毒の切り一回挟んでなかったっけ？でも、1回心してるから大丈夫だと思う。ギリッギリだね。頑張って！頑張れ！待って。イテハで負けるこれ。え、イテハで。え、待って、イテハで負けないこれ。そう、イテハと目立つ、いや、暗黒大聖、ローラの力はまね、なくなったけど、お前のジアワンの暗黒体制で耐えろ！頑張れよ！ええ暗黒体制勇者で行くことの不安を要素はただ一つ。ラプソーンがドルモアを使うことですね。勇者は暗黒に弱いんで、いくら忍びの服しようが、多分ドルモアでドッカーンって吹っ飛んでくんですよ。さあ、ここ鬼門だぞ。悪デモンは基礎の賢さで抑えてくれ。鬼コンの仇は勇者で取る。勇者で取れないならバトマスで取る。ただ、今のところ勇者で割と仇取れてるんで、個人的には納得してます。勇者レベル50ぐらいだから。バトマスでやっちゃうと99なんですよ。あの、指導の時に経験したんですけど、バトマス99でようやくギリギリ突破してるみたいな。そういうこと多いから嫌なんだよな。とりあえずスターライトでバシバシ弱点取っていこう。打点は大丈夫なんです。ちゃんと当てればね。大きな違いはね、ファイヤー !OK! OK いいよ。このターン。OK! そのあとからの体から隕石発射、これも避けてくれ、勇者受けれるよ、ダーン、勇者が。でも、大きな違いは割と軽減でした。大きな違いは、おぉ、なるほどね。まさかの大きな打ちすげえな。いけー、一撃必殺オーバークチーさよ、あれー、おい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 。まあでも大きな打ちの打撃耐性のおかげで助かったわ。まあドルモアよりダメージ低いと思うんだよこれ。オッケーオッケー、いいよ。さっきの悪伝の会心も響いてるよ。さあ一発ぐらいちょっと頼むわ。早速だよ、いくぜ、当たりの会心オーバークチーさよ。おっと、おいや、またまたまたちょっと半端使ったと。まあ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 、でもこれ大体勇者に飛ぶはず。基本的に勇者です。避けましょう。悪伝やないかい。ああ、まあしゃ、まあまあ、そこは仕方ないかな。うん、そこは仕方ない。これは、どうしよう。ちょっと待って。これね、ダメだね。ちょっと待って、3ターン目でつばぜりやめます。無理っす。3ターン目つばぜり合いして、勝った時に、ドルモアで殺される。このままじゃ。それだったら、
このターンにメラゾーマと書いて隕石落としたんですよ。それを耐えて、それ耐えて、4ターン積ませてね、勝つしかないわ。ちょっと頼む、いけウルトラさん、負けて、よし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 。これ、多分ね、このターンにまず耐えないとダメだわ。3ターン目じゃ、ドルモアで死ぬ。メラゾーマで耐えるか、耐えるかな。いやでも、いや耐えるでしょ。大きい列車は耐性優秀だし、三日神のガードってもありますよ。大丈夫、勇者頑張れ、よしよしよし、頭かせた、頭かせろ。このターンのつばぜを制した方が勝ち。さあ勝たせてもらおうか。あ、このね、瞬間このモンバト特有の瞬間があるんですよ。このつばぜり合いで全てが決まるって時のアドネラリンがすっごいんだ。あれ、いや、すごいわ、正念場で。あのさ、もうこのつばぜり勝ったも勝つって瞬間のつばぜり合いのマックスで勝った時の快感止まんねえ。よっしゃよっしゃよしよし、めっちゃ感情出んな。あっしゃよくいけた、よっしゃ。じゃあこちらは正のバランテでございます。バイト動画で紹介している正のバランテ、あっちの正ではございません。どのバランテと比べるとね、だいぶ違うな。いやよかった、多分判断はミスってなかったと思う。ドルモアだったら暗黒単純門だから死んでたね、勇者。メラゾーマでギリギリ耐えたけどね。よし、いった。オッケー、よくいったわ。終盤3強残り1体だ。もう毎回ギリギリ戦いしてんじゃん。